岩崎千尋、岩崎千尋、本名、松本智弘、松本千尋、旧姓岩崎、1918年12月15日から1974年8月8日、女性は、子供の水彩画に代表される、日本の画家、絵本作家、福井県竹雄市、現在の越前市生まれ、左利き、常に、子供の幸せと、平和をテーマとした。 初期作品には、岩崎千尋、岩崎千尋、岩崎千尋名義で発表されたものが存在する。夫は、日本共産党元国会議員、松本善明。孫は、絵本作家の松本春の。1918年、雪の降る、師走の朝に千尋は三姉妹の長女として、竹雄町立花で生まれた。岩崎家は当時としては、 非常に恵まれた家庭であり、ラジオや蓄音機、オルガンなどのモダンな品々があった。父、正勝はカメラも所有しており、当時の写真が数多く残っている。子供向けの本も多くあったが、それらは千尋の木に入るものではなかった。ある時隣の家で絵雑誌、子供の国を見かけ、当時人気のあった岡本喜一、竹井竹を、 初山茂らの絵に強く心を惹かれた。千尋は、幼少から絵を描くのが得意で、小学校の学芸会ではたびたび席が、舞台上で即興で絵を描くことを行うほどだった。千尋の入学した東京府立、第六高等女学校、現在の東京都立三田高等学校は、生徒の個性を重んじ、試験もなく、成績表も希望者に配布されるのみだったという。ここでも千尋は、 絵がうまいと評判だった。その一方で、運動神経にも優れ、スキーに水泳、登山などをこなした。距離を選択することのできる、適応遠足では、最長のコースを歩くのが常だった。女学校2年、14歳の3学期、母、ふみえは、千尋の絵の才能を認め、岡田三郎介の門を叩いた。千尋はそこで、デッサンや油絵を学び、 主要会の展覧会で入賞を果たした。千尋は女学校を卒業した後、岡田の教えていた美術学校に進むことを望んだが、両親の反対にあって、第六工女補修課に進んだ。十八歳になると、コロンビア洋裁学院に入学し、その一方で、小田真音に指示して、藤原高生流の書を習い始めた。ここでも千尋はその才能を発揮し、 織田の代理として教えることもあったという。1939年20歳4月、三人姉妹の長女だった千尋は、両親の勧めを断りきれずに、婿養子を迎えることになった。相手の青年は千尋に好意を持っていたものの、千尋の方ではどうしても好きになれず形だけの結婚であった。6月にはいやいやながら、夫の勤務地である満州、大連に渡ったが、翌年、 夫の自殺により帰国することになった。千尋は二度と結婚するまいと心に決める。帰国した千尋は中谷康氏に指示し、再び油絵を学び始めた。再度習い始めた書の詩、小田天音洋は絵では無理でも書であれば自立できると励まされて書を目指した。1944年25歳には女子会拓託団に同行して再び満州、没利に渡るが、 戦況悪化のため同年帰国した。翌年には5月25日の空襲で東京中野の家を焼かれ、母の実家である長野県松本市に疎開し、ここで終戦を迎えた。両親は戦後、同県北安住郡松川村に開拓農民として移住した。千尋はこの時初めて戦争の実態を知り、自分の無知を痛感する。 終戦の翌日から約1ヶ月間の間に、ここで書かれた、日記、草穂が、現在も残っている。国破れて、山があり、土穂と記されたスケッチから始まる。この日記には、こうした戦争に対する苦悩に加え、数々のスケッチや自画像、武者の工事さねやつの小説、幸福者からの抜粋や、今は、熱病の用途まで書かれた、宮沢賢治への思いなどが綴られている。 1946年27歳1月、宮沢賢治のヒューマニズム思想に強い共感を抱いていた千尋は、日本共産党の演説に深く感銘し、勉強会に参加した後入党した。5月には、当宣伝部の芸術学校、後の日本美術会附属日本民主主義美術研究所、通称民美で学ぶため、両親に相談することなく上京した。 東京では人民新聞社の記者として働き、またマルキシュンに指示してデッサンを学んだ。この頃から数々の絵の仕事を手掛けるようになり、紙芝居、お母さんの話、1949年をきっかけに画家として立つする決心をした。画家としての多忙な日々を送っていた千尋だが、1949年30歳の夏、投資部会議で演説する青年、 松本全明と出会う。二人は、党員として顔を合わせるうちに好意を抱くようになり、ある時千尋が言った、何気ない言葉から、結婚する決心をした。翌1950年1月21日、レーニンの命日を選び、二人きりのつましい結婚式を挙げた。千尋は31歳、全明は23歳であった。結婚にあたって二人が交わした。 誓約書が残っている。そこには、日本共産党員としての熱い情熱と、お互いの立場、特に画家として、生きようとする、千尋の立場を尊重しようとする姿勢とが記されいる。1950年、全名は、千尋と相談の上で弁護士を目指し、千尋は絵を描いて、生活を支えた。1951年4月、千尋は、長男、 松本武を出産するが狭い尺まで赤ん坊を抱えて画家の仕事を続けることは混んであった。6月、二人は山越江ず新州松川村に開拓農民として移住していた千尋の両親のもとに武を預けることにした。千尋は武に買いたさに片道10時間近くかけて新州に通った。武を預けてからも当然ながら武に与える。 はずの父は、毎日春。はじめのうちは自ら絞って捨てていたが、実際に、赤ん坊に与えなければ出なくなってしまうのではないか。たけしに会って授乳するときに十分出なくなってしまうのではないか、と懸念した千尋は、当時近所に住んでいた子供が生まれたばかりの夫婦に、頼み、授乳させてもらったという。ちなみに、その血の巫女アートに、タレントとなる、三宅雄二だった。全名は、 1951年に司法試験に合格し、1952年4月に司法修習生となる。ちょうどその頃、練馬区、下尺寺の妹、与文子一家の隣に家を建て、ようやく親子揃った生活を送ることができるようになった。全名は1954年4月に弁護士の仕事を、初めて自由法相談に入り、弁護士として、大見県市葬儀、命令事件、 松川事件等に関わり、千尋は夫を背後から支えた。全名によれば、まだ司法修習生だった1954年、自宅に泥棒が入って、指針を盗まれたり、必要な尾行を受けたり、お手伝いとして住み込みで働いていた若い女性が外出中に誘拐され、千尋の家族のことを事細かに聞かれたが隙を見て逃げ出したと語る出来事などがあった。 一連の出来事は陰湿なスパイ事件であったが、千尋は沈着冷静に対処していたと解雇している。1963年、全名は日本共産党から衆議院議員、東京4区に立候補し落選したものの、1967年に初当選。千尋は画家、一児の母、老人の世話、王女隊の主婦としての活動と並行して、 国会議員の目合わして忙しい日を送ることになる。1940年代から50年代にかけての、千尋は、油彩画も多く手がけており、仕事は広告ポスターや雑誌、教科書のカットや表紙絵などが主だった。1952年頃に始まるヒゲタ女優の、広告の絵は、ほとんど制約をつけず千尋に自由に筆を、振わせてくれる貴重な仕事で、 1954年には、朝日広告準グランプリを受賞。ヒゲタの挿絵は千尋が動画家として、著名になってからもおよそ20年間続いた。1956年、福音館書店の月刊絵本シリーズ子供の友12号で、小林純一の詩に挿絵をつけて、一人でできるよう制作。これが、初めての絵本となった。子供の友では同じく小林の文で、 みんなでしようよも。この頃、千尋の絵には、少女趣味が、可愛らしすぎる、もっとリアルな民衆の子供の姿を描くべきなどの批判があり、千尋自身も、そのことに悩んでいた。1963年、44歳、雑誌、子供の幸せの表紙絵を担当することになったことが、その後の作品に大きく影響を与える。子供を題材にしていれば、 どのように描いてもいいという依頼に、千尋はこれまでの迷いを捨て、自分の感性に素直に描いていく決意をした。1962年の作品、子供を最後に、油彩画をやめ、以降はもっぱら水彩画に専念することにした。1964年、日本共産党の内紛で、千尋夫婦と交流の深かった、丸木夫妻が党を除名された頃を境に、丸木春の影響から抜け出し、 独自の画風を追い始める。子供の幸せは千尋にとって実験の場でもあり、そこで培った技法は絵本などの作品にも多く取り入れられている。当初は二色もしくは三色釣りだったが、1969年にカラー印刷になると千尋の代表作となるものがこの雑誌で多く描かれるようになった。この仕事は1974年に55歳で、 亡くなるまで続けられ、千尋のライフワークとも言えるものであった。千尋は、ハンス・クリスチャン・アンデルセンに深い思い入れを持っており、画家として自立するきっかけとなった紙芝居、お母さんの話をはじめ、当初から多くの作品を手がけていた。1963年44歳6月に、世界婦人会議の日本代表団として渡った、ソビエト連邦では、異国の風景を、 数多くスケッチし、アンデルセンへの思いを新たにした。さらに1966年47歳、アンデルセンの生まれ育ったオーデンセを訪れたいとの思いを募らせていた千尋は、美術家のヨーロッパ気まま旅行に母、文みと共に参加し、その念願を果たした。この時千尋は、アンデルセンの聖火を訪れ、ヨーロッパ各地で大量のスケッチを残した。 二度の海外旅行で得た経験は、同年に出版された、絵のない絵本に生かされた。1966年、赤羽末吉の誘いで、まだ開発の進んでいなかった黒姫高原に土地を購入し山荘を建てて、毎年訪れては、ここのアトリエで絵本の制作を行うようになる。当時の日本では、絵本というものは、文が主体であり、絵はあくまで十。 文章あってのものに過ぎないと考えられていた。思考者の竹市八重優は、欧米の絵本作家からそうした苦言を受け、千尋に声をかけた。二人は、こうして、新しい絵本、絵で展開する絵本の制作に取り組んだ。そして1968年、雨の日のお留守番が出版されると、それ以降ほぼ毎年のように新しい絵本を制作した。中でも1972年の、 小鳥の来る日は、ボローニャ国際児童図書店で、グラフィック賞を受賞した。また当時、挿絵画家の絵は、美術作品としてほとんど認められず、絵本の原画も美術館での展示などは考えられない、時代であった。挿絵画家の著作権は買い切りという形で自由にすることが一般であったが、千尋は、教科書執筆画家連盟。 日本児童出版美術家連盟に関わり、自分の絵だけでな、絵本画家の著作権を守るための活動を積極的に展開した。千尋は、子供の幸せと平和を願い、原爆やベトナム戦争の中で傷つき死んでいた、子供たちに心を寄せていた。1967年、私が小さかった時には、稲庭稽古の勧めで、作文集、原爆の子。 岩波書店版長田新編と詩集原春の下より青木書店版から抜粋した分に千尋が絵を描いて出版されたもの。1972年動画グループ社の展覧会に子供と題した3枚のタブローを出品。これがきっかけとなって制作されたベトナム戦争の中での子供たちを描いた1973年の戦火の中の子供だが、 千尋最後の絵本となった。1973年秋、肝臓癌が見つかる。1974年8月8日、原発性肝臓癌の試し去。千尋の没後も、千尋のの挿絵は、様々な場面で用いられた。その一つに1981年の窓際の、とっとちゃん、黒柳哲子著、講談社者がある。夫の全名と一人息子のたけしは、 千尋の足跡を残すために、1977年9月、下尺寺の自宅跡地に、千尋の個人美術館として、岩崎千尋絵本美術館を開館。1980年には、岩崎書店より、岩崎千尋作品集、全七巻が出版された。上正一郎によれば、個人美術館開設と、個人全集観光は、日本の動画家として、初めてのことであった。 やがて、千尋美術館は、千尋の作品の収集展示という個人美術館の枠を超え、絵本の美術の一ジャンルとして正当に評価し、絵本原画の散逸を防いで、後世に残していくことに目的を広げて、活動を展開。絵本原画を残す活動に共鳴する作家らの協力もあって、作品の収集が進み、下尺寺位の千尋美術館は手狭になっていった。 1997年4月、長野県北安住郡松川村に広い公園を併設した安住の千尋美術館が開館する。動画グループ社は岩崎千尋が参加していた自動画の導入集団。1964年結成。メンバーは千尋のほか、安泰、遠藤照代、久米孝一、滝平次郎、東本常、三田源次郎ら。 毎年、展覧会を開いていた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。